リルリンリン。リルリンリン。リルリンリン。はいどうも、サンドの飯より、舞浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日は12月1日、先ほど東京ディズニーランドに行ってきました。今の時刻が朝の10時です。朝の10時って思う方いたかもしれないんですけど、さっき8時30分に開園して、東京ディズニーランドにいたんですけど、今日は午後から仕事が入っていまして、ちょっと時間が空いていたので、急遽撮影しています。今日の12月1日から、こちら。じゃじゃーん。リルリンリンの追加グッズが、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーで、新発売になったので、全5種類購入品紹介やっていきます。今日はずっとね、楽しみにしていたリルリンリンの追加グッズの販売日だったので、朝しかね、東京ディズニーランドには入れなかったんですけど、グッズを買ってきました。夕方の時間帯から東京ディズニーランドに戻る予定です。ちょっとした空いた時間で今撮影しているんですけど、よかったら最後までご視聴ください。それでは全5種類のリルリンリンの追加グッズの購入品紹介やっていきます。まず1点目。1点目に紹介するのはこちら。お家で飾りたい。リルリンリンのぬいぐるみ。11月上旬に売っていたリルリンリンはショルダーバッグだけだったんですが、今日から新発売のリルリンリンはぬいぐるみが登場しています。実際に商品の実物を見た感想は、画像で見ていた時よりもサイズが結構大きめでした。上にお星様がついています。かわいい。明らかにね、ショルダーバッグと比べて、ぬいぐるみの色合いはちょっと濃いデザインになっていて、質感が先月出ていたショルダーバッグより高く感じます。ここのお顔を隠してる部分もちゃんと固定されてる。今回ぬいぐるみ4200円するんだけど、リルリンリンのマフラーの部分の素材がすごい質感がいい。このぬいぐるみの足が揺れてるところがすっごくかわいい。ショルダーバッグはお出かけ用。ぬいぐるみは自宅で飾りたくて今回購入しました。そして次が2点目。2点目に買ったグッズは、パークで一緒に持ち歩きたくなるリルリンリンのぬいぐるみバッジ。先月はショルダーバッグしかなかったのに、バッグとかに付けられるリルリンリンのぬいぐるみバッジが今回新発売になりました。さっき紹介したぬいぐるみと比べて本当に程よいサイズ。ぬいぐるみバッジの素材自体はぬいぐるみの素材と似ていて、帽子とかも同じ色だよね。マフラーも同じ素材だと思う。ちょっと凝っている感じがします。質感がいい分金額は少しお高め、2300円。さっきのぬいぐるみは公式サイトの画像を見るより思ったより大きかったけど、ぬいぐるみバッジは公式サイトの画像を見るより思ったより小さめで、本当に手のひらサイズぐらい。ストラップもついていて持ち運びに便利そうに感じます。なんかぬいぐるみバッジっていうよりはサイズが本当に小さめだから、ぬいぐるみストラップって感じがする。でもチェーンもついているからパーク内で一緒に持ち歩きたくなります。そして次が3点目。3点目に買ったグッズは、この商品は現地のパークで身につけたくなるグッズです。リルリンリンのファンキャップ。いや、かわいい。先月はリルリンリンのセーターが出ていたんだけど、今月は頭にかぶって楽しめるファンキャップがクリスマスグッズでついに出てくれました。実際にかぶった感じ、こんな感じです。今年のディズニークリスマスはサンタクロースのファンキャップとか出なかったから、サンタ帽のファンキャップが出てくれてすっごく嬉しいです。またミッキーシェイプなのも可愛いね。リルリンリンの帽子だから、ミッキーのような両耳があって、サンタ帽子がまたクリスマスらしいし、ファンキャップの巻く部分がクリスマスらしい色合いで、実際に巻くと、すっごくかわいい。こうやって口元隠せば、ファンキャップを使って自分たちもリルリンリンになれます。マフラー代わりとしても使えるじゃん。これすっごいかわいい。今部屋だからなんだけど、被っていてすごくあったかい。今の東京ディズニーリゾートってやっぱり気温が低くて、寒い時期だから耳もね、隠せるところすごくいいように感じます。やばい。めっちゃかわいいこれ。このファンキャップをつけてね、東京ディズニーランド、ディズニーシーで早く楽しみたいです。そして次が4点目。4点目は、
このグッズもパーク内で身につけて楽しめるグッズ。パークで一緒に身につけてクリスマスを楽しみたい。リルリンリンのぬいぐるみバンド。今回販売しているリルリンリンのぬいぐるみバンドは、今まで販売しているのは赤色の帽子のグッズだったんだけど、このリルリンリンのぬいぐるみバンドは緑色の帽子や緑色が基調になっています。で、めっちゃ可愛い。足がちょこっと動く。反対側こんな感じ。頭の上に鈴があって、後ろにも鈴があります。それでは実際に身につけていきます。留める部分はマジックテープになってる。どっちにつけようかな。こっちにつけようか。今赤色のチェックシャツとつけているんだけど、赤色の服と身につけるとぬいぐるみバンドの巻く部分も赤色だから、ちょっとね、違和感がないように感じる。パークで身につけて楽しめば、リルリンリンがぬいぐるみバンドなんですけど身近にいて、ぬいぐるみバンドを身につけることでよりディズニークリスマスの気分が満喫できるように感じます。しかもこのぬいぐるみバンドはディズニークリスマスの期間に運営しているミッキー&フレンズのグリーティングパレード、クリスマスストーリーズで、ミッキーたちがこう鈴をね、シャンシャンシャンって鳴らすんだけど、一緒にね、鈴を鳴らして楽しむこともできたりします。めっちゃ可愛い。あとは他にもトートバッグの紐にぬいぐるみバンドをつけてストラップみたいに使うこともできます。他にも自分は腕につけられるぬいぐるみバンド持っているんですけど、パーク内で使い終わった後はお家の棚とかに、まあ、こんな感じでね、ディスプレイして棚に飾って使うのもおすすめの使い方です。それでは最後5点目、5点目に買ったグッズは、このグッズもパークで持ち歩きたいかな。パークで使ってクリスマスの気分が盛り上がるリルリンリンのハンドポペット。大人の男性でも結構ね、手の奥までしっかり入って頭と両腕を動かすことができます。ハンドパペットは緑色の帽子です。ハンドパペットの上は鈴が鳴る仕様になっています。ハンドパペットだけ触った感じ、ぬいぐるみやぬいぐるみバッジ、ぬいぐるみバンドとは違う素材のように感じる。わかるかな。ちょっとね、ぬいぐるみバンドの方が質感がね、よく感じる。パーク内で一緒に持ち歩けば、腕にね、つけてハンドパペットとして楽しむのもいいんだけど、サイズが結構大きめだから、使う時は手を入れて、クリスマスのデコレーションとかがあったら、縫い取りとかするのにいいかも。あとは一緒に写真とか撮って楽しむのもいいように感じます。さっきのぬいぐるみバンドと一緒で、リルリンリンのハンドパペットも、パークから帰った後は棚にディスプレイして、飾る使い方でもいいように感じます。ハンドパペットはぬいぐるみと同じくらいサイズがあります。はい、ということで以上、12月1日販売のリルリンリンの追加グッズ全5種類の購入品紹介でした。先月のリルリンリンのグッズはパーク内で身につけられるのはショルダーバッグだけだったんだよね。トートバッグとかも出ていたんだけど、もうリルリンリンのグッズは11月販売分で、次に買えるのは来年かなって思ったら、まさかね、1ヶ月後に大きめのぬいぐるみとか、ぬいぐるみバッジ、ハンドパペットとか、もう一番嬉しいのはやっぱりこのファンキャップ。パーク内で身につけて楽しめるグッズが、どのグッズも本当にクオリティが高くて、買ってよかったなって思います。まあ、でも、この中で一番お気に入りはファンキャップかな。でもね、ぬいぐるみもね、金額がする分ね、質感もいいし、サイズ感もいいし、ぬいぐるみバッジもね、パーク内で持ち歩きたいし、腕につけられるぬいぐるみバンドもね、持ち歩きたいし、同じお話だけど、やっぱりどれもね、買ってよかったなって思います。今月、東京ディズニーランド、ディズニーシーに行く予定の方で、リルリンリンの追加グッズの在庫がね、あれば、よかったら、ぬいぐるみのサイズ感や、動画で見てわかる質感だったり、グッズの購入検討になっていたら嬉しいです。今日は夕方にはパークに戻るので、リルリンリンのグッズを身につけて、東京ディズニーランドで楽しもうと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、動画の概要欄貼ってあるのでフォロー、お待ちしております。それでは、バイバーイ。リルリンリンめっちゃかわいい。